の剣レジェンドリバイバー。今再び伝説がよみがえる。おい、どこへ行くんだ。相手はジードだ。グズグズしてたらけ、勝手にしろ。俺は、うわぁ、なんだお前。お、あんた来てくれ。こっちだこっち。リバイブ。うわすげえ。あんたと一緒ならえ、左下のプラスの枠よし、これこの先にジードがいる。抵抗をやめろ。さもなくはこの小娘の首を引きちぎるぞ。食料を持ってこい。けー、来ちゃダメー。しゃべった。逃げてー。なんだ君は。どけ。そうか、それであの小娘の壺を押して。けどどうしてあの町に居座らねえんだ。おめえぐらいの腕があったら簡単じゃねえか。と、待ってくれよ。お、クエストのミッションで。クエストにはそこら、そこのうおーすげー。これを使えば右下にある剣士集めたかけらを使ってジードをリバイブすると、
リバイブ！よし、ジード、こうやって剣士のかけらが集まったら。じゃあ今度はジ。パーティーに追加し、ジードは防御力が高く、ジードを動かして。これでジードを前列に。じゃあ編成したパーティーで先。チャプタークリア。ネクストチャプター銀の村を後にしたケンシロウとバット。旅を続ける二人の前に老人を襲う悪党が現れる。暴力が支配するこの時代、待ち望むのは救世主。ひねりつぶしてやる。ノーケン、コンボをつなぐにはうまくコンボをつなぐ。どうだ。あれ、止まれ。無残両断か。開始。お、左下に。よし、俺に任せとけって。勝負案。痛い目に遭いたくなかったらとっとと失せな。レベルアップ。新機能解放。ケン、クラ。さっきのバトルで手に入れた素材。クラスアップ。よし、クラスアップの素材は。ひねりつぶしてやる。開始。なあケン、こう、まずはタップしてバッタ、タップで攻撃、タップで攻撃。やった。顔ども来たわ。うん、はい、おりゃ、はい、おりゃ、はい、おりゃ、はい、
殺しだ！勝負案！これがジード様の力だ！レベルアップ、新機能解放、キャン、かけらを、さっき手に入れた剣のかけらを使って、七星解放！よし、七星解放は、よし、また何かわか、老人が手にしていたものはやっとの思いで手に入れた種のみだった。頼む御所じゃ、見逃してくれ。その時、残酷非道な悪党どもにただ一人立ち向かう男がいた。かかってこいよ。子供を帰還は、何おい待ってくれ。僕へ送ってやるぜ。返せ！おい、待ってくれ。ぶっ殺して、脳みそぶちまいて死にやがれ。死ね、行くぞ。皆殺しだ。よし、俺に任せとけって。うがわー
真剣は無敵だ。北斗真剣西真空派。スペードは自ら放った矢に右目を射抜かれ、悪党どもは逃げ去り、窮地を救われた老人は息も絶え絶えに語り始めた。今日より明日なんじゃ。今食べる食料よりも未来を願う熱き思いを知り、ケンシロウはその老人を連れ村へと向かうのだった。レベルアップ、新機能解放。お、ミッション。どんどんミッションを達成して。ひねりつぶしてやる。開始。おっとっと、いって任せとけって。わあ！北斗、百裂拳。レベルアップ。
かかってこいよ。返せ。おれ。何？おれ。任せとけって。勝負案。痛い目に遭いたくなかったらとっとと失せな。持ち帰った種もみに歓喜する村人たち。役目を終え村を立ち去るケンシロウだが、再び危機が迫り来る。片目を失い復讐の鬼と化したスペード。村を荒らし必要にその老人を付け狙う。狂気にまみれた刃に胸を貫かれた老人。その光景を前にケンシロウの激しい怒りが爆発する。てめえらに今日を生きる資格はねえ。ひねり潰してやる。返せ。はい。そりゃえい。ぶっ殺してやる。脳みそぶちまいて死にやがれ。バカが死ね。いくぞ。皆殺しだ。よし、俺に任せとけって。わあ、北斗、炸裂拳。終わった。
おい待ってくれ。どうだ。ぶっ殺して脳みそぶちまいて死にやがれ。なんだと。おっとっと。うわうわ勝負案。痛い目に遭いたくなかったらとっとと失せな。この指を抜いてから3秒後に貴様は死ぬ。いやだ、俺はまだ死にたくねえ。死に早くしねえと、さっきの奴らが新手を連れてくるぜ。こんなスペード野郎がリーダーなんて思ったら大違いだぜ。そんなところに撒いたって実るわけねえだろ。実るさ、下にあの老人が眠っている。レベルアップ。新機能解放。